竜神。いえ、神竜様。こんなに安心しきった姿、時々心配になるわ。もし今、命を狙われたらと。昔の私のような暗殺者に。あ、おはようございます、神竜神。知らぬ女人の声が聞こえた？この部屋は他に誰もおりませぬぞ。気のせいではないですか？よし、続きやってきます。いやー、ユナカやっぱりたまらんな。まあ昔のユナカちょっと出てきとったけど。やっぱちょっと、まだ迷うね。なんだろう、最終的なヒロインというか。アイビーユナカ、どっちにしよう。はい。ってことで支援会話のお時間です。いや、がっつり言ったと思う。うん。まあ、いつも通りか。ってことで、リュール・シグルドからかな。シグルド10になったってことは解放しなくちゃか。我が子のように大切に思っている。我が子。あ、まあまあ。これからも共に戦い。どちらかというと、シグルドはパパキャラか。その言葉。言うて25ぐらいやったっけ？共に戦うたび。死んだ時の年齢って。いや、ちょっと最近の戦闘でもシグルド大活躍だからね。やっぱオーバードライブ完全に強いわ。敵も増えてきとるしね。一番奥まで行ってぶっ刺すのどんだけ気持ちいいことか。あ、勇者。これは強いな。はいはい。で、次、ティリフィングね。いや、次の概念、シグルド行っちゃうか、これ。他にも、解放しなくちゃいけないのもあった気がするけど。じゃあ、ルイヘ、あ、終わりだ。終わっちゃったか。ヘクトルさんにはここはここで、いると伺いましたが、本当でいいマッチングしとったな。できればチキに戻したいけどな。なんとなく。ま、ヘクトルからは切り返しいただければ、ルイはもう覚醒するから、次誰にしよっかな。エリウッドか。あ、そうそう、エリウッドのことやな、これは。旅の間、ずっと一緒だった時期もある。いや、エリウッドヘクトルもね、過去作にない、近さの二人じゃない？その親友っていう定義で。あんまり主人公になんか親友がいてみて、まあ、いてもなんか部下だったりとか、幼馴染だったりとか、そのぐらいやけど、ここまでなんか心の通った親友ってのはあんまない気がする。うん。ほう。友情で結ばれた二人が、互いの全力と目開いとる。糸目じゃない。あ、最高にいいですね。閉じた。ああ、そうか、ルイ。え、男の、あれもいいの？あ、何がいいのか引いとる。わかんねえけど、あの日々が、ああ、いやもう劣化何もかもいいもんな。こういう関係性もストーリーも。今の、ほんと、前作やってきて中でやっぱり、ナンバーワンは劣化揺るいでないね。どんだけ泣いたことか。実況中も。じゃあ、スタールーク・エガ。またエガに怒られるやつかな。ああ。いつも気を使わせてすみません。ここのマッチングもな。部屋にこもって誰にも迷惑をかけずに過ごすのに。まあ、フェイルノート使いは助かる。まあ、誰使っても一緒なんやろうけど。ちょっとなんだろうな。また最近でも、やっぱ力の強いやつじゃないと、この進化を発揮できん感じかね。スタルークがね、エンゲージ後の風化雪月ラッシュしてもあんま食らわんもんな。あなた、本当に すごい。すごい顔してる。時折。
私の旧友を前にしている気分になるわ。マリアンヌかな違うわ。あれは、あれか、ヒルシュクラッセだから、あいつだ。あのギャーギャー言うやつ。出てこん。あのスパッツ履いた子ね。うわ、もう出てこんか。で、アラドバル来たと。ほい。で、次、ディアマンドチキン。おぉ、ワリもここも。ガンガン使っとったもんな。ディアマンド、左腕に傷があるわ。チキどうすっかな。戦いで怪我しちゃったの？今も痛い？もうなんか、この二人がもう、ちゃんと正式ななんか、ものとして見えてきたな、もう。これは幼い頃、仮にもロードやからな。扱いに失敗してな。ああ。内緒だが、スタールークの支援で出てきたやつ。少しは痛むが、痛むの？心配してくれて。なかなかの大やけどじゃない、それ。まあ自分もあの火傷の跡残ってますね、しっかり。火傷は残るわな。痛いの辛いよね。痛いの。はい、かわいい。飛んでけ。はい、かわいい。今日もかわいいな、本当に。ああ、乾燥した。本当は乾燥した状態で使えば、そう、今のレベル20のスキルも結構強いからな。ただ回してかんと得るものも得れんしね。で、フォガートリンか。まだ半分。確かに俺は王子だけど、気にしないようにしてるんだ。自由が一番ですね。俺、ルイとかにつけたら、流星群強くなるんかな。気にしないよ。泳げないの？ずいぶんおおらかな性格なのね。泳げないの？ま、常に重苦しくいられるよりはそっちの方がいいわ。リン、ログ見たかったのに終わっちゃった。で、マーニカッティ、レイピア扱いのこれも使いやすいか。弓にこういうのないもんね、特攻武器。で、オルテンシアルキナ、ここも前回かなり仕事したな。あなたの指輪を使って戦ってたことを謝りたいの。メインストーリーに絡んどるやつ。私に罪滅ぼしをさせてちょうだい。そうそう、だからここ組ましたんすよ。すでに、あ、てかボタン間違えてたんか、自動再生。ですから気にやまないでください。ログ見たかったのよ。リン、ついでに泳げないのも気にしないよ。リンのことやよね。リンって泳げないん？そうなん？まあ、陸神だから、海とかそういう概念ないんかな。でも川とかあるやろうしな。オルテンシャルキナやっぱメインストーリーにちょっと絡んだ感じなんやね。なるほど。じゃあ、支援会話いきます。デュールゴールドマン、ここもワンチャンヒロイン、可愛いからな。神竜様、お弁当のお味はいかがでしたか？お？デート中か？ピクニック。とても美味しかったです。可愛いし、あれもでかいしな。ちょっと書類審査じゃもう通ってしまうのよな。神竜様。ただちょっとおっとり系。こっちを見てください。風化雪月っていうメルセデス系なんで、やっぱジャンルとしてはちょっとカミラさん的なね、お姉さん感っていうか、高飛車な感じが欲しいかな。はい。あ、目が合いましたね。やっぱでも可愛いな。素敵な顔を見ていますね。大体同じような作りしとるやけど、なんか違うよな、ゴールドマリー。魅惑的な顔面を持っていて、ここだけ治ればな。そんなに熱視線を注がれると、いや、全女子神竜様とワンチャンあるんだなと思ったらグイグイ行くよな。ん？鈍感。あ、注がれていませんね。神竜様には私の色気が通じないでしょうか。どうなんかね、全然増えてないところ見るとやっぱその発情期的なものはあんまないんかね。よし、
新竜族って耳元で囁いてみましょう。みんな頑張るね。あ、続く。私幸せです。これはドキドキきちゃうか。お弁当を食べていただけて発情期きちゃうかこれ。私も幸せですよ。うん。これはとっくにドキドキしてなさそう。そうでしょう。やっと落ちてくれましたか。いや落ちてなくないか。全然やな。ベタが落ちました。あの肉料理の作り方全然フラット。ぜひ教えてほしいです。水面で明鏡止水よ。はあ、至って普通。ええ、教えますけれども今までこういう経験ないんかな。なんか悔しいです。頑張れ。泣きそうやん。もう百戦錬もやったんかね。まあ見た目もいいしな、いろいろ。ちょっとその辺の男じゃ落ちてしまうわな。お、ルイクロイ出たか。ユナカも終わりやん。また女子が持ってかれるやん。ちょっとクロエ最後にしようか。じゃあルイユナカ。また惚れさせてしまうのか。なんだ、何系やったっけ。茶葉系だっけ。ええ、本当ですよ。またレアな茶葉でも手に入ったか。フィレネ王城で騎士の試験を受けた際、皆さんに紅茶を振る舞いました。なんか急に紅茶側に行ったな。その時の紅茶の腕を見込まれて、はあ、進化に抜擢された。あ、まあセリーヌの部下やもんな。なぜ紅茶を美味しく入れる能力が進化に必要だったのですかな。ボスがそうやっただけやろ。あいつ茶しか飲んでないからな。ちょうど執事と騎士の素養を持ち合わせたところを探していたようです。まさにや。いやもうルイもね、騎士も騎士やからな。ザ・ジェネラルのステータスで魔法もドーピングしとるんで、もうよ。それならな。かなり強い。ルイ氏以上の適任はおりませぬぞ。ユナカも納得か。ありがとうございます。いやそれは他にもなんかこういう女ったらし的なとこもあるしな。しかしルイ氏の話は、いやもう惚れてきとるやん。私め一日中でも聞いていられます。こんなこと言うのはもうそういうことやん。しかし気を使わせてしまいすみませぬ。うん、何のことですか。茶葉のことじゃないの。昔の話か。ルイ氏はご自身の話をたくさんしてくれるのに、私めは聞くばかりで。あ、前回そうだったわ。そうだったわ。なんかはぐらかして結局ね、ルイが喋って終わったみたいな。ルイ氏も気づいているはずですぞ。私めは自分のことをほとんど話さない。よっぽど嫌なよね、暗殺者時代のこと言うの。ええ、そうですね。そんなやりまくってんのか。もうそれでいいみたいな顔しとるやん。私めは友人にはできる限り嘘や適当な話はしたくないのです。結局仲良くなったら喋ってくれるのからさ、全部言っとけば。どうしても口数が少なくなるというか。良いのではないでしょうか。言って過去のことを語り合わなくても僕たちは十分に分かり合える。もう惚れてまうやろこんな。え、もうトゥンクやんここ。ドキ。こうしてああいう仲間も持ってかれる。話したい話題は無限にありますのでね。それに僕は結構おしゃべりな方なので。いや田舎田舎で、このリアクションでござるぞとかそういうのだけでも十分楽しいもんな。話は聞く方も疲れるでしょ。それでも付き合ってください。優しすぎる。優しがすぎる。もうダメだ。持ってかれとる。もし心苦しいのでしたら未来を話せばいいんです。自分ではなく他人の話を。アドバイスまでしちゃう。過去や自分のことを話さなくても。ちょっと顔赤くないか。私めと友人でいてくれますか。ほっぺた赤くないか。もう当たり前です、ね、ああ僕は今のユナカさんと友人なんです。
過去のユナカさんのことを知らなくても問題ない。もう一緒になるしかないやん、こんな。さて、紅茶のおかわりを用意しますね。まだまだお茶会は。ルイが喋ればいいからな。ありがとう、ルイシー。ダメだ。ルイに全部持ってかれる。じゃあクロエも持ってかれるのかい。ここはここでなんか似たような性格やから、もう今日も素敵な方たちを観察しに行きましょう。そういえば私たちみたいな感じになるのかな。ええ、ルイ、素敵な出会いがありますように。そうだ、よろしければこれをどうぞ。なんだなんだこれは。はあ、あー、珍味ですな。クロエの大好きな。こんな色の紐は見たことない。またワンポイント入った。青と緑と黄色が。どんな魚。一見食べ物と思えないよね。青と緑と黄色、熱帯魚。には出回らない珍しいものだ。もうチンが出てきたやん、漢字のチン。クロエさんはチンミお好きですよね。ああ、観察中に小腹が減った時にでもと思って。もうすかさずポイントを稼いでいくんだ、すげえ。ありがとう。あ、入った、入りました。美味しそうなものをいただけるなんて。2ポイント入ったかな、これ。でも私が珍味好きだって話して。こういうのもポイント高いよ。察するというか、ちょっとなんか話したことを覚えとくとか、そんな。今までどれだけクロエさんを観察したと思いですか。今の僕はちょっとしたクロエさん博士ですよ。お前を一番知ってるのは俺だと。もうなんか女の顔してる。あかん。でも私も人のことは言えないかな。私もルイのことを知っていると。どういうことですか。これはちょっと他の女子にはないあれかもな。はい、星ぶどう。星ぶどう。お口に合うといいけど。干したもん好きなの。レーズン。クロエさん、僕知らねえ。知っているわ、私もよくルイを観察してたから。直接は聞いてないけど、観察から。クロエさんが僕をですか。おお。あなたが私を見ていたように、私ももうお似合いすぎる。お似合いがすぎる。だってルイは誰と一緒でも絵になる人だから。本当やよな。本当におとぎ話の中から抜け出してきたみたいよ。はあ。つまり僕たちは。うわ、ルイはルイでなんかちゃんと好きそうやな、クロエのこと。そしてお互いのことにとても詳しくなった。もう結婚していいやん、こんなもん。不思議な仲の深め方をしたわね。エンゲージよ、こんな。本当ですね。はあ。直接の交流よりも観察し合うことで仲を深めたなんて。これはすごい二人だ。いいじゃない、共通の趣味。共通の趣味なんてもう最強の近づく要素やからね。確かにそうですね。それじゃあおやつも用意できたことだし、いつもの観察を始めましょうか。この2人はちょっと他の女子と、なんだろう、カップルよりも頭一つ出とるな。ええ、存分に楽しみましょう、クロエさん。はあ、強すぎる。ルイが強すぎる。あとセリーヌもいてんのか。ザフィーヤもおる。ここも、ロサードとこか。ここも行っちゃうのか。いや、ロサードも惚れさせてしまうのでは。ルイが強すぎる。で、あ、IBA だ。じゃあ、オルテンシア行ってからかな。ここちょっとまた溝系からか。仮にもエルシオン、オルテンシア王女、あれエルシオンやな。やばい。覚えたことも忘れつつある。ただなんか普通に話しかけるね。スタルーク王子、あなたから話しかけてくる。そうね、珍しいわね。逆から言ってちょっと無視されるっていう展開から始まってもよかったけど。その実は、ほう、実はお近づきになりたかった。やっぱりいいです。何よそれ。ちょっと気になるんだけど。ここはここでお似合いか。さすがに。とりあえず話して
みなさいよ。ほら早く。この強気な性格の女の子とネガティブ野郎とマッチングするかもな。やってほしいんです。教えてほしいのか。芸人ばりのツッコミやな。この性格になるためにはどうしたら。自信のスキルを教えてほしいんです。おお。今度は声が大きい。ここお似合いやな。もうまあいいわ。それどういうこと。常に自分のこと可愛い可愛い言っとるからな。オルテンシア、オルテンシア王女はいつも自信満々ですごいなと思っていて、僕は自信がないので自信のつけ方を教えてもらえたら嬉しい。ここはいい先生やなるよな。なるほど、そういうことね。理解してもらいました。でもザこいつそんなの教えてあげません。言い方も腹立つな。教えてあげませんって。あなたがプロディアの王子じゃなかったら。あ、そうな。あ、まあ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 、ここで未曾有の話か。そうですよね。残念でした。あら、嘘やないけっつって。プロディアは何度もイルシオンに攻め込んで。あらっつったな。そこを来てほしくなかったやな。そこをなんとかって言ってほしかったやろうな。それに僕みたいな君のために貴重な時間を割くなんて無駄に。そんなこと言ってないでしょかな。僕はなんて傲慢なんだ。止まらん。恥ずかしいです。すぐ止まらんくなってきた。ちょっと待ってくださいよ。私そこまでは言ってないわよ。こいつ扱いやすいな。いいんです。どうか僕のことなどを。逆に教えてあげるわよってなるのか。僕のような恥の塊は。恥の塊。二度と話しかけませんか。近い。恥の塊と書いて近い。追っかけろ。てっきり怒って突っかかってくると思ったのに。かわいそうなことしちゃったわ。まあいい起承転結のキーではあるな。仕方ないわ。次に会った時に協力してあげましょう。優しい。ああ、お似合いやな。ここありやな。アイビーディアマンドもかなりお似合いやしね。ただここ終わっちゃうのか。ここなんだっけ。アイビー王子、ラブラブ BGM ですか。この間ブロディアにはあまりいい感情は持っていないと言っていましたよ、ね、そりゃそうよ。民がやられまくってんだから。ええ、言ったわ。生意気かもしれませんけど、これだけは言わせてください。ほう。確かに今までのイルシオンとブロディアの関係は良好とは言えませんでした。停戦できんかったんかね。でも今はこうして同じ陣営に立てていますよね。トップが2人もね。その通りよ。僕はこの状況がとてもいい状況だと思っています。戦争が終わった後もね、今までは3カ国同盟やったけど、もう4カ国でいけるんじゃない。この戦いが終わってもいい関係が築けるよう僕も尽力します。第二王子である僕にできることは。まあ、スタルークは外に出たいって話だから外交官になってもらってさ。思いだけはあなたに。もうなんか淡々となんか力強いこと言うやん、あのネガティブスタルークが。ほう。卑屈で精神力の弱い王子。そうやな。あなたへの最初の印象。ただやっぱちゃんとしたらちゃんとかっこいいからな。でも今は少しだけ違うわ。違う。ここぞという時には自分の意見も言える。そう。何よりも不思議と人を引きつけるその優しさ。なあ、そうなんやってな。スタルグなんかもう好きやもん、本当に。王子としての資質ないわけではないよね。これは嬉しいんじゃないか。買いかぶらないでください。僕なんてアイビー王女に比べたら。いや、もう10年後とか立派なやつになっとるぞ、スタルーク多分。つまりあなたを評価した私には人を見る目がない。そう言いたい。うまいこと言うね。違います。上げ足を取って。あ、今のは冗談ですか。でしょうね。よくわかったわね。もうなんか手のひらで転がされてる。いい関係が築けている証拠ですね。
ちゃんとしとるぞスタルーク。これからもっといい関係になれればいいわ。妹もよろしくねって。私たちのお父様、そして国の未来のためにも。はい、アイビー王女。ここはここでまあ一緒になったら面白そうやけど、もっとお似合いのやつがいそうではあるな。オルテンシアちょっと気になるね。スタルクオルテンシア。じゃあフォガーとユナカの絵終わりだ。また過去の話か。フォガート氏、フォガート氏。さあルイが頭一つ出てますけどどうなる。お、ユナカか。いつにも増して元気だな。これ演技です。私めフォガート氏に習って人を信じるように努力してみたんです。なんか変わった感じがするな。そうしたら急にみんなが親切になって、なんか声が毎日が楽しい。声のトーンがなんか一段階違う。なるほど、そういうことか。それは急にみんなが変わったんじゃなくて、もともとみんな親切だったんだよ。ユナカからちょっと距離を置いてたって話かね。そう、自分からそう AT フィールドを張ってさ、距離ができてたんだよ。ユナカが変わったからそう見えるようになった。うわ、ちゃんとしてる方が。あとも私目が変わった、うん、これはすごい成長だよ。友達に欲しいフォガート。フォガート氏、私めは嬉しいです。ユナカも友達に欲しい。心の持ちようでこんなにも毎日が楽しくなるものなのですな。いやもうここに来てどんどんユナカが変わっていくね。どうだい、今のユナカなら宴にも行けるな。すぐ行けるなこれ。それは、ああそっか、まだちょっとだけ大勢人がいる場は怖いです。まず4人くらいからでいいんじゃね。人を信じるにしても多少は警戒心が出てしまう。自分が飲み会の感じやるならもう4人からですね。違う、4人までか。ですが多くてもあれやし、宴をするのはとっても楽しそうです。一回行ったんでしょ。次は宴に参加できるようになるのを目標に努力したいと思いますと。わあ、いいね。私め毎日を楽しむ。目キラキラやん。もっと変わってみせます。ソルムの人間として覚醒したら目に目キラキラなるんじゃない。これこの調子ならきっとすぐに克服できちゃうと思うよ。あ、それじゃ目標の達成のために今日のところは食事でもしよう。いやこれ S ランクあったら目キラキラなるまで続くぞ多分。まずは人が少ないところからちょっとずつ試してみよう。訓練だ。おお、それはいいですな。もうフォガートのお願いなら聞くな。え、なんかいつの日か大規模の晩餐会や舞踏会にも行けるようになりたいですか。ポジティブ。ああ、ユナカなら行けるようになるさ。あと克服するだけやもんね。ヤッピー久しぶり。私を信じ、これからもついていきますか。ああ、ってやっぱすごいな。もうカップルになるような雰囲気前提で進んでいくもんね。セアダス、ユナカ、ここも絵だ。演劇の下りだ。やばい、ユナカも取り合いがえぐい。えぐい、俺のユナカが。ユナカ、どうした？いつもの。ちょっとリュールしんどくないか、これ。セアダス氏。いけるか。まあ、主人公は、なんか、過去作に習うなら、なんか最終的になんかアイテムかなんか渡したら、もうペアエンド確定するやろうけど。私め舞台今さらいっぱい練習したのに。え、これはショックやろ。そんなあれほど乗り気だったのに一体どうしたの。大勢の前が嫌なのか。主役に選んでくれたことも演技を褒めてくれたことも嬉しいですよ、うん、ですが私めは人生の中でこんなにも人に必要とされたことは、はあ、でも暗殺者として必要やったんじゃないの。依頼者からは。私めのようなクライアントか。本当に人々は楽しめるのでしょうか。知らんからいいんじゃない過去のことなんて。ユナカは舞台の稽古をしていて楽しくなかった、うん、もちろん楽しかったですぞ。ユナカが楽しめていたならきっと他の人も楽しんでくれるはずだよ。説得もうまいぞセアダス。
それでも自分が信用できないなら、まっすぐな瞳。絶対みんな楽しんでまっすぐ。俺が保証するから。言葉もまっすぐ。あ、刺さったっぽい。クリティカルヒーってやな、これ。最近見けど。あの芸人だった名前か忘れた。目をつむっている。やる気がないなら立ち去ってくれ。って感じか。もし信じてくれるなら、行かずに手を握ってくれないか。うまいことやるね、演出も。せやだし、あ、そのセリフは、台本のあれか。なんか照れとるな。わかりました。あ、そこまで言うのなら、これも台本のやつかな。こんな近くまで行くの初めてじゃない？やっぱり支援会話で。ユナカの演技は素晴らしい。今ので分かった？セアダッシが保証してくださるのなら、頑張れる気がしてきましたわ。簡単やったな。ユナカはきっと俺だけじゃなくて、みんなから必要とされる役者になると思う。いや、もうみんなからなんか持ち上げられて、ユナカ。ありがとうですぞ。ユナカがもう主人公やん。今回の私めは頑張ります。支援会話。みんなが楽しんで笑顔になれる、とっておきの舞台を作るために。いや、かー、いいな、ユナカ。やばい。ユナカが好きかもしれん。あ、オルテンシャゴールドマリー。部下。部下と上官。上官というか、ゴールドマリー、聞いたわよ。上官というか、雇い主か。突然告白されたんです。はあ。すみません。隠していたわけじゃないんです。こんな日常茶飯事なんかな。別に怒っているわけじゃないわ。それで、相手には何て返事をしたの？相手との深さにもよるけど、結構狙っておられ、違う、日本語難しい。狙って、ちょっと交流のある人やったんかな。もちろん丁重にお断りしました。ダメでした。そう、意外と慣れた対応をしているのね。告白されまくってんじゃない多分。もしかして今までにも告白されるようなことが。そういう話してないのか普段。はい、まあ、この手はな、行きがちではあるわな。なんかいけそうな感じがする。隙は与えるところ出しとるよね。技とかもしれんけど。私が可愛い。ああ、やかましいやつ。自然と人を引きつけてしまうみたいな、ね。やかましいやつ出ました。ああ。美人に育ってしまう。どんどんやかましいな。この可愛い自己顕示欲モンスターの二人、仲良くできとるんかな。こうなるわな。私の方がお姉さんですから、きっと大人の。めちゃくちゃ普通に言うもんな、こういうこと。オルテーシャオルテーシャで言っとるけど、私がお子ちゃまだってそう言ったよね。一枚上手か、ゴールドマリーの方が。いえ、余裕がある。まあ仕方がないわね。おう、ゴールドマリーが魅力的なのは当然だ。認めた。さすが私の進化よね。鼻が高いわ。これなんか親にあてがわれたんかね。ゴールドマリー、お前はオルテンシアにつけみたいな。オルテンシア。ただ呼び捨てなのがあれやな。でも主として見劣りするわけにはいかないから、今度料理を教えなさい。オルテンシアでちゃんと大人あったね。はい、喜んで。はい、かわいい。やっぱちゃんとかわいいな、ゴールドマリー。ただユナカいまいちかもしれん。終わった。で、お外、ちょっとあれ、青吹き出しがあったので、これも多分、そう、メインストーリーやるたんびに、出とるんやと思う。うん、支援会話でいつもやれとるから、多分、ノーミスで拾ってこれてんじゃない？おそらくやけど。もうね、あ、そうそう、カゲスとか、
イルシオン系の人がついてたはず、はあ、イルシオンは世の第二の故郷も同じあのように変わり果ててしまったのは胸が痛むの。あの港の下りか。いや民があえて連れて行かれて殺されとるってことでしょ。異形兵でまたイルシオン系。そうね、どんな形でもイルシオン城に戻られるのは少し嬉しい。でも無理でも、うん、すぐには無理でもいつか絶対取り戻すんだから。もう次あたり城やよね。で、あ、ゼルコバ、これもあれやね、イルシオン系。そうだな。ジーブル港での光景は俺でも胸の痛むものでした。さすがにアイビー様のお心が心配ですね。なかなか気丈に振る舞っとったけど、ああ噂をすれば、これ以上イルシオンの民たちを犠牲できないわ。王城に行きましょう、神竜様。王城行ったらあのオープニングのあれにつながる感じかね。ソンブル倒すとこからオープニングって始まったよね。これ上か、上だ。移動しよっか。これロサード、こいつもあれか、あのイルシオン系やね。あいつが、あいつだけ出てないのか、あの赤いソードマスターのやつ。イルシオンを離れていたのは少しの間だけ、少しの間だけですけど、ずっと心配に思っていました。みんなが無事だといいな。喋らんとけば可愛いんやけどな。オカマはちょっと、あ、ここにいそうか、ここにおる。あー、お前かい、仲間になったからか。なんか可愛い格好しとるな、おばあちゃんなのに。島が浮遊してるなんて驚きです。実は私少々高いところが苦手でして、下は見ないようにしますね。めちゃくちゃ可愛いロングスカート履いてる。この角度から見たらあれなんやけど、おばあちゃんやからな。よし、じゃあ最後にジャンのチェンジプルフかましてかな。いや言うてそう、これ取る前にちょっと迷ったんですけど、ここでいいか。言うほど選択肢がね、じゃあそこまで力高くないから、そう、現状拳使えるけど使ってないしね。本当は持たせた方がいいやろうけど。で、まあ、基本的にどれやらして、あ、グリフォン総合値すごいね、総合力か。うわ、速さ結構ある。ただ、ありやな。ありやけど、やっぱ、政治なのかな。総合力は下がるけどさ。体格位置上がるのでかいよね。これかな。見た目も変わるやろうしね。お腹出すかな。メガネは残したまま。頭変わらんのか。なんか、なん、あ、やっぱお腹出した。お腹出した。お腹出したな。装備も、うんうん。いや、ちょっと頭の、なんだろうな。メガネがなんかあれやな。うん。腹冷える。ただ、結構、政治も面白かったんですよね。今覚えてないか。なんか魔法使ったら自分の近くのやつ、魔力上がるみたいな。バフかかるみたいなやつ。で、その他、ディアマンドがもう感想近いんですよね。あと1上がった。たら終わり。今のうちにやっと、いやー結局でもスクセサーラ、いまだに言い方あれやけど、スクセサールがさ、なっといてもいいんじゃない。だってチェンジプルフ無限に変えるからさ、結局。あ
ありがとうございます。うん。またいらっしゃい。要は無限に転生できるから無限に ステータスも上がっていくってことでいいよね。で、スケセサールあった？セクセサール。あれ？ああ、20じゃないとダメなんだ。同じのに転生すんの。はあ、じゃあ20なってからか。何にしても真っ赤っかやからね。そう。総合力が落ちるのよ。いや、体格15からのこの速さの、この力の、ちょっとセクセサールしかないんじゃない？うん。こんなもんかな。ってことで、次回、ガイデン、シグルドでいいよね。うん、10で止まっとる。で、20のやつらちょっと変えんなんで、ね。エガは大丈夫。で、リンも解放してある。あ、エイリーク！エイリークも解放しなくちゃ。ただ、シグルドかな、ティルフィングとかどんな性能なんかちょっと見てみたいしね。うん。ちょっとシグルド先かな。はい。じゃあ、以上ですかね。ご視聴ありがとうございました。また、お願いします。